翔くん、騎士くんの胸に顔寄せ。最後の三人くっつくのかわいすぎだよ。ついたちの疲れぶっ飛んだ。ついたちの疲れぶっ飛んだ。インスタグラムの画面に映し出されたのは、三人の男性がじゃれ合いながら満面の笑みを浮かべる姿。アイドルグループナンバーアンダーライン愛の公式アカウントに投稿されたその短い動画は、瞬く間にファンの心をわしづかみにした。 平野章、神宮寺勇太、岩勇太、それぞれの個性が光る三人が織りなすハーモニーは、画面越しでも眩しいほどの輝きを放ち、見ているだけで幸せな気持ちにさせてくれる。コメント欄には、三人が可愛すぎる、幸せすぎる、毎日ありがとう、といった温かいメッセージが殺到。その熱量からは、 ナンバーアンダーライン愛がファンにとってどれほど大切な存在であるかが伝わってくる。彼らはなぜこんなにも多くの人々を魅了するのか。その答えは彼らの笑顔の魅力にあるのかもしれない。芸能界という孔びやかな世界に身を置きながらも飾らない素顔を惜しげもなく見せる3人。おどけてみたり、照れ臭そうに笑ってみたり、くるくると変わる表情は、 まるで昔からの友達のような親近感を感じさせる。それは彼らが心から楽しんでいる証拠であり、その素直さがファンの心を引きつけるのだろう。動画の中で騎士がフレームアウトしそうになると、すかさず神宮寺が彼を引き寄せる場面があった。そんな何気ないやりとりからも、三人の深い信頼関係が垣間見える。彼らは単なる仕事仲間ではなく、 お互いを支え合う家族のような存在なのだ。その絆の強さは彼らのパフォーマンスにも現れている。息の合ったダンスやハーモニーは見るものを圧倒し、まさに三味一体の輝きを放つ。ナンバーアンダーライン愛の笑顔は単にファンを喜ばせるだけではない。疲れた心を癒し、明日への活力へと変換してくれる、まさに幸せのエネルギーなのだ。 コメント欄には嫌なことをすべて忘れてしまいます。人生が毎日笑顔と彩りにあふれています。といった声も。日々の生活の中でストレスや不安を抱えている人は多い。そんな時、彼らの笑顔を見ることで心が軽くなり前向きな気持ちになれるのだ。ナンバーアンダーライン愛の笑顔はファンの心に希望の光を灯している。さらに、 ナンバーアンダーライン愛の投稿はファン同士の交流の場にもなっている。コメント欄には感想を共有したり、互いに励まし合ったりする姿が見られる。彼らは単にアイドルとして崇拝されるだけでなく、ファン同士をつなぐ架け橋のような役割も果たしているのだ。ナンバーアンダーライン愛をきっかけに、新たな友情が芽生えることもあるかもしれない。 彼らの笑顔はファン同士の絆を深めるきっかけとなっている。ナンバーアンダーラインアイというグループ名は数字を意味するナンバーとアイデンティティを意味するアイを組み合わせた造語だと言われている。これはメンバー一人一人が独自の個性を持ちながらもグループとして一つのアイデンティティを築き上げるという彼らの強い意志が込められている。彼らの個性が最も発揮されるのが やはりパフォーマンスだろう。平野のダイナミックなダンス、神宮寺の伸びやかな歌声、騎士のコミカルなキャラクター、三人の個性が絶妙に融合することで、ナンバーアンダーライン愛ならではの魅力が生まれる。彼らのステージは常に進化し続けており、見るものを飽きさせない。そして彼らのパフォーマンスを支えているのが、たゆまぬ努力だ。彼らは、 常に高みを目指し、練習を重ねている。そのストイックな姿勢は、まさにプロフェッショナルと言えるだろう。しかし、彼らは決して努力をひけらかすことはない。むしろ、謙虚な姿勢を崩さず、常にファンへの感謝を忘れない。そんな彼らの真摯な姿に、ファンは心を打たれるのだ。ナンバーアンダーライン愛は、アイドルとしてだけでなく、 人間としても魅力的な三人だ。彼らは常にファンを大切にし、感謝の気持ちを忘れない。そしてどんな時も前向きな姿勢を崩さない。彼らの存在は多くの人々に勇気と希望を与えている。ナンバーアンダーライン愛の活動は日本国内にとどまらない。彼らは海外にも多くのファンを抱えており、 グローバルな活躍を見せている。彼らの音楽は言語や文化の壁を越えて世界中の人々に感動を与えている。ナンバーアンダーライン愛の未来は明るい。彼らはまだまだ成長し続ける可能性を秘めている。そして彼らの笑顔はこれからも多くの人々に幸せを届けていくことだろう。彼らの活躍から目が離せない。 しかし、ナンバーアンダーライン愛が歩んできた道は、決して平坦なものではなかった。彼らは、様々な困難や挫折を経験してきた。それでも、彼らは決して諦めずに、前を向いて進み続けてきた。その強い意志と絆こそが、彼らの最大の魅力と言えるだろう。2023年11月、彼らは、新たな道を歩み始めた。 それは大きな挑戦であり、同時に大きなチャンスでもある。彼らの決断を尊重し、応援するファンは多い。彼らの未来はきっと輝かしいものになるだろう。ナンバーアンダーライン愛の存在は私たちに多くのことを教えてくれる。それは夢を追いかけることの大切さ、仲間との絆の大切さ、そして笑顔でいることの大切さだ。 彼らのメッセージは私たちの心に深く刻まれている。彼らの歌には彼らの思いが込められている。それは夢を追いかけることの素晴らしさ、仲間との絆の大切さ、そしてファンへの感謝の気持ちだ。彼らの歌は私たちの背中を押してくれる。彼らのダンスは彼らの情熱を表現している。それはステージに立つ喜び、 パフォーマンスを磨く努力、そしてファンを魅了したいという強い思いだ。彼らのダンスは私たちの心を揺さぶる。彼らの笑顔は彼らの優しさを表している。それはファンを大切にする気持ち、仲間を思いやる気持ち、そして世界中の人々を幸せにしたいという思いだ。彼らの笑顔は私たちの心を温かくしてくれる。 ナンバーアンダーラインアイは私たちにとって特別な存在だ。彼らは私たちのアイドルであり、私たちに笑顔と希望を与えてくれる存在だ。彼らの笑顔は私たちの宝物だ。これからも彼らの笑顔がたくさんの人々に届き、笑顔の連鎖が世界中に広がっていくことを願ってやまない。そして私たちもまた、 彼らの笑顔に負けないくらいの素敵な笑顔を周りの人々に届けていきたいと思う。彼らのダンスは彼らの情熱を表現している。それはステージに立つ喜び、パフォーマンスを磨く努力、そしてファンを魅了したいという強い思いだ。彼らのダンスは私たちの心を揺さぶる。彼らの笑顔は彼らの優しさを表している。それは ファンを大切にする気持ち、仲間を思いやる気持ち、そして世界中の人々を幸せにしたいという思いだ。彼らの笑顔は私たちの心を温かくしてくれる。ナンバーアンダーラインアイは私たちにとって特別な存在だ。彼らは私たちのアイドルであり、私た